今日のテーマは日本の誇る世界一です。日本は極東の島国でありますが、第二次世界大戦で敗戦を経験しておりますが、その後立ち直り世界に誇る世界一を数多く持っております。今日はそのうちで10点ほど取り上げてみたいと思います。まず第1点目は、世界最長の歴史を持つ王室。日本の皇室は現在126代目でございます。2位がデンマーク王朝、3位が UK イギリスでございます。まあ感覚的に、新聞雑誌メディアではイギリス王室が非常に話題になることが多ございますが、世界最長の歴史というのは日本の皇室でございまして、ヨーロッパの皇室がかなりいろいろありますが、その中でエンペラーとの英語での呼び名がいただけるのは日本の皇室のみでございます。2番目は、世界最強のパスポート。日本のパスポートはビザなしで190カ国に渡る、世界の広範囲にわたる国に渡航できます。これは信用され、日本が信用されている結果、こういう結果が出ております。その理由は民度と経済力。非常に日本人は海外へ行っても礼儀正しく人と接し、物を壊すこともなく、ゴミを捨てることもなく、そしてまあお金をよく使ってくれるということで、日本人は海外で好まれている、世界で一番好まれている、そのことがパスポートに表れているわけです。3番目に企業活動でございますが、100年以上の企業の数が日本は世界一でございまして、日本には約3万社以上、全世界の4割が日本の会社でございます。2位がアメリカで2万社弱ということで、日本の特色は経営が長続きしているということが大きな特色であろうかと思います。それから日本の経営者のかなりの人たちは、自分たちの利益だけじゃなくて、従業員の利益、並びに社会の利益、その3者のバランスを取った経営をしているというところが日本の企業の特色ではなかろうかと思います。4番目は、世界にはいろいろな経済圏があります。ニューヨークだ、ロンドンだ、パリだと、上海だと、世界の経済圏というのはかなりいろいろあるんですが、国連による世界一の経済圏は現在日本の東京圏でございます。東京圏というのは東京都と神奈川県と埼玉、千葉、この合計した地域でございまして、まあ中心部が東京ですが、東京へ働きに来る人たちが東西南北から集まって大きな東京圏を構成しておりまして、その人口はなんと3780万人。現在も世界最大のメトロポリタンとなっている東京圏でございますが、国連の推計では1930年代も東京が世界の1位であろうとされております。5番目が新宿駅ですね、の利用者数が世界一、1日平均359万、約360万人、すごい数ですよね。新宿駅がターミナル駅となって、北から南から東から、まあ、都心から郊外へ、郊外から都心へ向かう、ちょうどそういう意味での接点になる駅になっております。また都庁が西新宿にできまして、今そこに勤める方とか、いろいろ決済をもらう書類を提出するとか、それから、まあ、歌舞伎町には繁華街があるとか、まあ、デパートもいっぱいある、まあ、娯楽の街であるというようなことを重なって、新宿駅は世界一の利用客があると。それから6番目はですね、まあ各国の文化の象徴というのは食にあると言われますが、ミシュラン、もともとはフランスパリで始まったミシュランのレストランガイドの中で、東京は世界一のグルメ都市になっております。そういう意味で東京はその経済圏としての世界の1位であると同時に、中身としてのミシュランのグルメ都市もナンバーワンということができます。それから健康に良い和食の国日本、
先日 OECD が発表しました日本の肥満は世界最小という、世界最大の肥満国はアメリカ、日本は世界最小の健康、その理由は和食でなかろうかということが言われております。8番目は長寿世界一、女性男性とも日本の長寿は80歳を超えました。そういう意味でこれも先ほど言いましたように日本食と、それから日本が誇る医療制度、それから社会保険制度、健康保険、それから介護保険等のことが効果を上げているのではなかろうかと思われます。9番目が国民皆健康保険。これはですね、日本にいると日本人は当たり前のように医者に通っておりますが、諸外国はほとんどそういうことはございません。患者が医者を選べるということもほとんどございません。ところが日本は保険証さえあれば自分でですね、好きな内科医でも歯科医でも選べると。これはね、日本の大きな特色です。最後10番目、日本一のコンビニセブンイレブン、世界に7万軒以上の店舗を持つ。これもすごいですよね。朝から晩まで非常に我々の生活に便利ですね。物を買うだけじゃなく支払いをしたり、あるいは時にはトイレを借りたり、もう本当に宅急便の郵便物とか荷物を届けられたり、地域における非常に助かるお店でございます。今日は10点だけ申し上げましたけども、日本の誇る世界一というのは数えると100ほどあります。また次の機会には別の話をさせていただきたいと思います。